ではただいまからパンクラス328、7月18日月曜日、ベルサール高田の馬場で行われますフェザー級暫定王者決定戦の調印式を始めさせていただきます。手元の資料をご覧ください。調印式始まる前に、皆様に朗報をお伝えしたいと思います。7月18日のこの大会、試合の構成として第1部、第2部というふうに区分けをしているんですけれども、今回第2部の方を U-NEXT さんの方で配信していただけることとなりました。非常に心強い援軍といいますか、なんていうんでしょう、心が豊かにある気持ちでいっぱいです。では、ご質問のある方お願いします。はい。共に、パンクラスのベルトをかけた試合初めてだと思いますが、今ベルトを目の前にして意気込みを一言お願いします。伊沢選手とやる予定だったんですけど、流れてしまって怪我をしてしまって、で、パンクラスさんにこういうふうに違う形で同じ大会の日に試合を組んでもらって、しかも暫定王者決定戦ということで、すごい感謝しています。率直にそういう気持ちで、で、まあ、そうですね、ベルトをかけて戦うのが初めてなんで、ジムの皆さんとか周りの家族とか、スポンサーさんとか、すごい応援してくれてるんで、まあ、勝つのは当たり前なんですけど、いい試合をしようと思います。勝ってお返しします。そうですね、自分も、試合は1回戦勝ったんですけど流れちゃって、まあ、でもこういったタイミングで、まあ、まさかですけど、暫定タイトルマッチ決まってすごい嬉しい気持ちと、まあ、時高選手、まあ、めちゃくちゃ強いと思うんですけど、まあ、そこを倒して、まあ、やっとスタートに立てるのかなっていう気持ちなので、まあ、ベルトを取るということよりも、まあ、まず倒すということが一番かなと思ってます、はい。お互いの印象を教えてください。徳高選手。そうですね、トーナメント1回戦で会場で見てたんですけど、すごいストライカーで、まあ、バチバチやる感じなんですけど、まあ、自分もストライキングで負けないと思ってるんで、まあ、そうですね、全局面で勝てると思っています。はい。時高選手、まあ、何年か前からパンクラス来てるのを見てるんですけど、まあ、結構何でもできるなっていう印象で、まあ、ここ最近フィニッシュもすごいできてるので、まあ、めちゃめちゃいい相手だなとは思ってます。はい。まあ、それに負けないよう自分もしっかり倒していくと思うんで、楽しみにしててください。この試合のキーポイントはどこにあると思いますか。時高選手。そうですね、まあ、練習からそうです、ね、いろんな相手とやるんですけど、そんなになんかそうです、ね、相手がどうとかじゃなくて、まあ、自分がしっかりやるべきことをできたら勝てると思ってるんで、そういう感じではありましたね。キーポイント、技術的なものとかっていうよりは、本当5分ごらん初めてなので、まあ、メンタル的な部分が一番大きいのかなっていう気持ちと、まあ、25分やるつもりでいるんですけど、まあ、その延長で、まあ、何か1本だったり KO ができればいいと思ってるんで、まあ、そうですね、技術っていうよりは気持ち的なところが一番大きいのかなって思ってます。もともとはリザーバーだった選手が、まあ、相手になる、まあ、この辺に関してはどうですか。まあ、あれですよね、多分ちょっと前に両選手に負けちゃって多分トーナメントに出ていないのかなっていう思ってるんですけど、自分の中でもともとランキングの中では時高選手が多分一番強いであろうってもうだいぶ前から想定してたので、まあ、遅かれ早かれ、まあ、やる相手ではあるのかなとは意識はしてましたね。はい。じゃあタイミングは今だっただけで、まあ、ゆくゆくは当たるだろうなっていうふうに思ってた。そうですね、もうずっと思ってましたね、それは。なるほど、わかりました。新しい放送媒体、U-NEXT さんが入ってきて、また新たにこうお二人を初めて見る方もいるでしょうし、
今まで 見てなかったような層が見る可能性が高いと思います。そういう方に自分のどういうところを見てほしい、そういう PR ポイントを教えてもらえればなと思います。徳高選手。あ、そうですね、すごい僕もさっき聞いたんですけど、モチベーションがすごい上がることで、まあ、自分、そうですね、自分らしさ、今までやってきて経験してきた自分らしさを出せたら、出せて自分を知ってもらえたらいいなと思います。そうですね、自分そんなに表にこう出て人気があるとかそういう感じの選手ではないんですけど、まあでも試合は結構、まあ、みんな見てもらうといつも結構面白いって言ってもらえるので、まあ、そういった試合で見せることができればいいのかなと思ってます。で、まあ、U-NEXT を見てる方々が、まあ、それで格闘技やっぱ面白いなって思ってくれるようなことがあればいいかなと思ってます。はい、では、調印に移らせていただきます。まず出場誓約書の読み上げから。あ、失礼しました、サイン調印からですね。ではまず第2位の亀井選手からお願いします。はい、そうですね、では2選手に調印していただきました出場誓約書の読み上げに入ります。出場誓約書、フェザー級ランキング1位時高、異質な MMA とフェザー級ランキング2位亀井慎介、パラエストラ八王子は2022年7月18日月曜日、ベルサール高田の馬場にて行われるキングオブパンクラス評議会認定暫定フェザー級キングオブパンクラスタイトルマッチに出場することをここに宣言する。キングオブパンクラス評議会実行委員坂本康。